はい、今日はユニクロのエクストラファインメリノセーターのちょっと裏技みたいなことをお届けしようと思います。エクストラファインメリノウール、前の動画でも紹介した通りなんですけど、マジでおすすめです。これを作っ、ユニクロが作っちゃって、大変なことになってるブランドを結構僕は知ってます。ニットが売れなくなったブランドを知ってます。そのぐらいですね、これ2990円なんですけど、2990円とは思えないツヤ感と質感がありますんで、ぜひ未体験の人は手に取ってみてください。これ間違いなくユニクロ史上最高傑作の一つだと思います。最高傑作って言っても多分僕の頭の中では大体3つぐらい思い浮かんでるんですけど、間違いなくその中に入ると思います。歴代のユニクロの、まあ、いろいろあると思います。カイハラデニムだったりとか、スーピーマコットの T シャツだったりとか、カシミヤだったりとか、いろいろあると思うんです。シームレスダウンだったりとか、ハイブリッドダウンだったりとか、いろいろあると思うんですけれども、間違いなくトップクラスの製品なんで、ぜひユニクロに偏見を持っている人もこれはちょっと試してみていただきたい。ジョンスメドレー着れなくなりますよ。2990円でこの質感で風合いで色もたくさん揃ってて、自宅で洗濯もできて耐久性も高いって、これ以上何を求める、これで2990円でおかしいでしょ。ぜひ手に取ってみてください。で、ただですね、このエクストラファインメリノウールってちょっとこうネガティブポイントももちろんあるわけです。で、何が悪いのかっていうと、防寒性なんですね。基本的にニットウェアっていうのは、防寒性と風合いの美しさっていうのが、割とトレードオフになってます。まあ、厳密に言えばそうではないんですけれども、まあ、わかりやすいのは、ユニクロのラムウールとメリノウールの対比ですね。ラムウールのニット、まあ、わかんない人はもしあったらユニクロの商品ページ見ながら聞いていただきたいんですけれども、ラムウールとメリノウール、まあ、この2つがまあ代表的なユニクロのニットだと思うんですが、ラムウールってね、見ればわかるんですけど、毛羽立ちがすごくあってですね、保温性がめちゃめちゃ高いんです。分厚い素材で保温性高いんですけど、その代わりツヤがないんですね。高級感がないんです。ちょっと安っぽさが出てるんです。で、逆にですね、エクストラファインメリノウールってどうなってるかっていうと、ツヤがあって風合いが綺麗で高級感がある、これもうブランド品だって言われてもわかんないレベルです。これ2、3万で売られてても全くおかしくないです。ただし、防寒性に欠けるんです。それなぜかというとですね、ツヤ感があるでしょ、ニットって。ツヤってどういう風に出すかっていうと、基本的にはですよ、基本的には糸の細さでツヤが出るんです。細くなればなるほど、糸が細くなればなるほどツヤが出るわけです。なんとなくわかりますよね。髪の毛と一緒ですね。髪の毛が細い人って、ツヤがこう綺麗に出やすいですけど、髪の毛が太い人、男の人でこう太いがっしりした、りょうさんみたいな髪の毛してる人いますけども、太い人ってツヤあんまり出ないんですよ。ガサガサっとした印象になっちゃうんですね。基本的にまあ糸でも髪の毛でも何でもそうですけど、細くて細いものをですね、集めた方がこういうツヤ感って出るんですね。ところが、想像すればわかると思うんですけど、細いから薄くなりがちなんです。細い糸を使ってしまうと、生地感に厚みがなかなか出ないんですね。で、このエクストラファインメリノウールはまさにそれで、ツヤ感とか高級感に関してはすごい出来なんだけど、どうしてもそうするがゆえに薄くなってしまう。まあ、それをですね、カバーするのがカシミヤだったりするわけです。カシミヤって細い糸で綺麗なんだけど、保温性も高いっていう、このトレードオフの関係を解決してくれるものなんですけど、今度は値段がかかってくるわけですね。ユニクロがカシミヤ頑張って安く作っても9000円ぐらいしかならないんですよ。カシミヤってかなり高い素材なんで、アマゾンとかでカシミヤニットとかで調べると安いのって出てくるんですけど、割と偽物あるんで注意してください。カシミヤって、生産量よりも流通量の方が数倍多いんで、ほとんど偽物なんですよ、実は。まあ、大手とかでもですね、カシミヤの偽装品とかが取り上げられてニュースになったりもしてますけど、まあ、あれは別に大手が悪いわけじゃなくて、下請けが悪いんですけど、まあ、カシミヤって本当に偽物が横行してるんで、まあ、ユニクロのカシミヤが9000円っていうのは、まあ、本当に限界中の限界だと思います。アマゾンとかで調べて5000円とか4000円のカシミヤのニットとかたまに出てきますけど、ちょっと疑わしいかなというふうには思いますね。まあ、それはともかくとしてですね、結局その美しさと防寒性っていうのはトレードオフになっている。もしくはそのトレードオフを解消するためにはお金を出さなければいけないっていうことがあるんですけれども、一つ、いい方法としてですね、エクストラファインメリノウールのそのデメリットである防寒性を解決するために重ね着を試してみましょうと。じゃあどんな重ね着をするかっていうと、もちろんこのクルーネックのニットとか V ネックのニットにシャツを合わせるっていうのはみんなやると思うんですけど、シャツじゃなくてですね、タートルネックをぜひ合わせてみてください。タートルネックを合わせると
我々の首周りっていうのは太い血管が通ってるんですね。まあ頸動脈とかいろいろありますね。太い血管が通ってるんで、ここを温めると効率よく体温を高められるんですね。なのでよくマフラーを巻いたりすると体感温度がこのぐらい違うとか、1枚ニット着てるのと同じぐらい違うみたいな話がありますけれども、それって本当で、実は首周りってね、保護してあげた方が防寒性って、保温性とか防寒性って高まる、ぐっと高まるんですね。なのでタートルネックとかをですね、このエクストラファインメリノの中に入れて重ね着、まあ、レイヤードとかって言いますけど、レイヤードしてあげると、この防寒性も担保できて、見た目の美しさもラムールより綺麗になるので、どちらもカバーできるということを着こなしでこうやってあげるというのがおすすめですね。でタートルネック、まあどんな合わせにすればいいのかというとですね、基本的に冬の着こなしっていうのはモノトーンが多いと思うんですよ。結局メンズが選ぶアウターって黒が多いと思うし、パンツもダークトーンが多いと思うんで、だいたい上下真っ黒だったりとか上下暗めの色とかが多くなってしまうんで、だいたいほとんどの人が地味な印象になると思うんですね。なのでインナーぐらいは少し色で遊んでも全然大丈夫です。例えばこの、オレンジっぽいメリノウールの中にですね、こういうカーキ色のタートルを入れてあげてですね、こんな感じで合わせてもいいと思います。こういった地味なね、色のコートだったりとかパンツだったりにこういう色味を合わせてあげると、冬でも印象が地味になりすぎないのでおすすめです。ただね、ポイントとしてはあんまり派手すぎる色同士を合わせない方がいいよっていうことですね。例えばその、まあやらないとは思うんですけど、タートルが真っ赤なタートルと真っ黄色のニット合わせるとかね。まあそういう、まあそんな展開はないけど、ユニクロで。そういう派手すぎる合わせはやめた方がいいです。どんなのをじゃあ推奨するかっていうと、まあダークトーンとペールトーン覚えてください。これってまあ色彩の色味の話の時に、他の動画でもしてるんですけれども、黒に近いような暗めの色か、もしくは白に近いような明るめの色。この二つをまあ組み合わせてあげると、大概どんな色でも大丈夫です。要するに色彩が強いとですね、派手な原色、青って言ってもネイビーだと弱いじゃないですか。で、サックスブルーみたいな薄い色だと、またこれも印象弱いじゃないですか。でも、真っ青ってすごい派手でしょ？赤もそうですよね。真っ赤ってめっちゃ派手じゃないですか。でも、薄いピンクってそうでもないでしょ？で、ボルドー、濃いボルドーってそんなでもないでしょ？大人っぽい印象じゃないですか。真っ赤って結構きつい色でしょ？だから、原色に近ければ近いほど印象って強くなるんで、色彩を弱めてあげれば意外とどんな色でも合わせやすいです。まあ色彩理論とか勉強してる人はこの色とこの色が合う、この色とこの色が、相性がいいみたいなことわかってると思いますけれども、実はそれってファッションの話ではあんまり関係ないんですね。どちらかというとダークトーン、ペールトーン、原色、その組み合わせの方が問題であって、例えばオレンジと黄色が合わないかって言ったら別に合うんですね。オレンジと緑が合わないかって言ったら、ファッションコーディネートの人は別によく見かける色合わせなんですね。見かけない色合わせって意外とないんですよ。じゃあどういう風に合う合わないが決まってるかっていうと、それは色彩の強さなんですね。強い色彩のものと強い色彩のものを組み合わせると、派手な印象と派手な印象で強くなってしまって、カジュアルで子供っぽい印象が出来上がっちゃうんです。だから白とか黒ってモノトーンでスーツで使う色じゃないですか。だから大人っぽいんですよ。だから色味を使うにしても、白に近いか黒に近いかのダークトーンかペールトーンかの色を使ってあげるんです。例えば同じ緑でもこういう色だったらカーキ、黒に近いですよね。どちらかというとカーキだからそんなに印象としては強くないんです。モノトーンに近いからね。で、緑が真緑、カエルみたいな真緑だったら印象めっちゃ強いじゃないですか。で、今度白に近づけると緑ってどうなるかっていうと、オリーブみたいな色になるじゃないですか。薄いオリーブみたいな色になりますよね。それだとやっぱりこう印象って強くないんです。だから白か黒かモノトーンに色彩を近づけるほどに印象って弱くなるんで、派手な色と派手な色をガッチャンコさせなければ OK っていう風に思った方がいいです。なのでこのタートルネックとクルーネックの重ね着の組み合わせも、そういう色彩の強い色同士を合わせなかったら、まあ大体大丈夫です。まあこれもね、このオレンジカラーもそこそこ色彩強いんですけど、ここに例えば真っ黄色とかやれちゃダメなんですよ。ここにこういう弱めの色を合わせるから、まあ成り立つわけですね。なんで、まあどっちか、どっちも弱いか、どっちかが強いか、まあそのぐらいの感覚で合わせてあげても OK です。もちろんですね、モノトーンの組み合わせにしても、まあ OK です。はい、この辺は個性が出るところなんで、ちょっと地味なスタイル、上下とも黒で地味なスタイルだなと思ったら色で遊んであげるとか、してもいいのかなというふうには思います。もう一つですね、エクストラファインメリノウールの防寒性を高める方法として、このカーディガンを使うっていう方法もあります。カーディガンを使う方法はですね、まあアンサンブルなんて言われますけれども、
同じ素材のニットと同じ素材のカーディガンを重ねるんですね。そうするとどうなるかっていうと、基本的に重ね着をすればするほどちょっとこうカジュアルな印象って出てきちゃうんですね。スーツってそんなに重ね着しないんで、重ねて重ねて重ねてってアイテム数増やせば増やすほど若干カジュアルな印象って出てきちゃいがちなんですけれども、この重ね着、アンサンブルの重ね着っていうのは同じ素材で同じ色を合わせてあげると、重ね着しても重ね着してないように見えるんですね。まあ当然ですよね、同じ素材で同じ色なんで同化して見えてしまうので、あんまりこう派手な印象になりにくいんですね。なので、まあこんな感じでカーディガン羽織っても大してわかんないんですよ。だからエクストラファインメリノが寒い薄い素材であったとしても、1枚カーディガンを重ねてあげて、しかもその重ね着が目立たないように同色同素材にしてあげれば、防寒性も高まって風合いの美しさもそのまま担保できるという着こなしができますんで、アンサンブルの着こなしも一つエクストラファインメリノウールの裏技として覚えておくといいかもしれないです。これ実際あれですよね、その仕事着とかでもこんな風に使ったりもしますよね。スラックスにこういうアンサンブルの重ね着で、ウォームビズみたいな、ビジネスカジュアルみたいな感じで着ている人も多いと思いますので、ぜひ仕事着としてもオンスタイルとしても参考にしていただければという風に思います。はい、今回はそんな感じでエクストラファインメリノウールの裏技を語らせていただきました。MB チャンネル普段は、こんな感じで商品紹介だったりとか、ファッションのロジック、論理的なおしゃれ解説などをやっております。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いします。最近上げた動画もぜひよろしかったら見てみてください。またお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。